ちは。はい、今日はですね、この鍵をね、取り付けていきたいと思います。下側がいいんですよね、この辺で。はい、で、この鍵なんですけど、まあ鍵挿して内側も開けれるようになって、まあロックもついてます。で、これは金属ですね、アルミ金属だと思います。で、これなかなかまあまあ重量あるんで結構大変なんですけど、うん、まあまあこれをつければぽくなるんでね。はい、というわけでね、これつけて、で、これついたらいよいよ仮合わせして走行できますんでね、とりあえずこれつけていきますわ。あとね、これつける際には扉に厚みがいるんですよ。ペラペラのドアではつけれないんで、その辺もね、ちょっと考えないと厳しい。それでは鍵の分解からしていきます。そうです、今日でトレラ製作は最終回ということでね、鍵の取り付けを今日は加工していくんですけど、この鍵は結構癖が強い付け方をしますね。前もそうだったんですけどね、これはほんまにいつも手間かかりますよ。はい、一応ここに毛書き入れました。ここをカットして差し込んではめ合わせるって感じですね。で、気をつけなきゃならないのは、ここ飛ばしちゃダメですからね。ここ飛ばしたらこれ丸見えになっちゃうんで、ここにはめるように入れるんで。で、これはめるように入れる際に、ここの寸法キチキチだったら当たって入れれないですから、ちょっとまあ一回この寸法で一回やりますけど、よくわかると思います。じゃあここ切っていきますわ。そして開口を開けるんですけど、必ず、正方形型に切った方がいいですね。行き過ぎたらもう丸見えになってしまいますからね。まあそういうようなことで、とりあえずここを開口させてはめていくっていうフィッティング作業をこれ繰り返します。そして口のところのバリ取りですね。これは鍵がロックされるとこですね。OK、 つけました。じゃあ、厚みを持たせないといけないんで、 OK、とりあえず仮付けしましょうか。とりあえず仮付けができたんで、後ろのパネルはめて厚みを持たせるために、後ろに木材をねかましたりするんですよね。まあこれでとりあえず、まだドアは完璧に仕上がってはないんですけど、まあゆくゆくはドアの裏側もつくんでね、とりあえず表側の場合はこういう感じで加工していきます。で、とりあえず完了。はい、というわけで、ようやく完成しました。あとはね、車庫から出したり、その前にね、コーキングとかあるんですよ。コーキングしたりですね、コーキングして、モールつけたりとか、まあそういう作業が残ってて、まあとりあえず一回走らせたいですよね。なので、まあ次回動画で、走らせれるかなと思って。あとね、天井もね、もうルーフのトップコードも終わりましたし、うん、一遍走らしたいな。ちょっとね、上の穴4つあいほげてんのがね、気になるんですけど、まあ、ここはちょっと一旦仮でいきましょうか。うわぁ、早走らしたい。めっちゃいいですわ。それではね、夜作業で内装の方をね、させていただきました。でね、これからね、オープンさせていきたいと思います。で、まあ鍵もしっかりついてますし、あとは中がどんな感じになってるかを披露します。
そう、ようやく本日で最終回となりました。皆さん本当にありがとうございます。まあコンセプトはね、もうとにかく最速で作るっていうことでね、プランを固めてやったんですけど、まあ自分でも驚くぐらいこんなに早く完成までいくと思ってなかったですね。まあいろんなことがありましたが、とりあえずようやく中もできて、外もできてって感じで、走行に支障ない感じで、スタートできることができますね。まあそんなこんなで粉まみれになったこの約2週間でしたが、いよいよゴールが近づいてきました。というわけで、スケルトンボディでね、できました。とりあえずですね、もう何も中がない状態の内装になります。で、まあここからキャンピングカー仕様とかね、ベッドとかっていうのは、まあこの先、考えていこうかなと思いますけど、まあとりあえずプロトタイプではあるので、もうね、一旦こんな感じで。あとはまあバイク積載してどうだとかね、うん、それの先の話になるんで、一旦これで OK にしましょう。で、まあ中はねだいぶ広いですけど、どれぐらい広いかというのをね、ちょっと一回僕が中に入って確かめたいと思います。ちなみに僕身長171センチですね。なので自分がここに寝たらどれぐらいの広さか見てください。じゃあね、一番そこに足つけます。20センチぐらい、20センチぐらい空いてますね。はい、でこれが一番奥です。いや、いいな。なんかそうですね、あと、うん、ルーフアップできたらさらにね広くなるかなと思うんですけど、まあとりあえず座ってね手が、伸ばせるぐらいなんで心配ないかな。ちょっと一回こういう感じでやった方が分かりやすいんで、天井が見えた状態で、これでやっとつくかなって。うん、広いなやっぱ。うん、こっからねエレベータールーフで60センチぐらい上がるんですかね。こっからだったら、まあ高さが180センチなんで、それの60センチ引いた。まあ、125センチ車内で撮ったのがこんな状態ですけど、まあ、うん、これでもまあ全然車中泊十分すぎるぐらい広いと思いますね。すげー。まああとは窓を入れたり、そういうのはちょっと先になるんですけど、十分やな。よいしょ。はい、そんなことでですね、こちらは4ナンバー車になるんで、まあ、貨物とか、まあそうですね、荷物を下ろすんであれば他の用途でも使うことができますし、まあ、キッチンカーになるとこの側面が全部開くって感じであったり、まあ、ルーフが上がったりとかですね、構造要件ちゃんと満たせる車を作っていきます。キャンピングカーだと、キャンピング登録だとシンク前でね1600という高さがやっぱりいったりしますし、あとベッドが
あの 500×1800 っていうこの既製の一人用ベッドは絶対にいるんで、まあ、それを置いて2分の1床面積を、キャンピング仕様で占めるというのがね、セオリーになってますので、まあキャンピングカー仕様の場合はもう確実にルーフアップはできる車両じゃないと厳しいかなと思います。まあでもほとんどの人がやっぱり用途の広い貨物選ぶんじゃないかなと思って今回ロールフにしたんですけど、ロールフの貨物にで、なんでいきなり 2m の使わなかったんって思う人もいると思うんでね、まあ、それも説明したいなと思ったのが、いきなり広いと狭さのイメージつかないんですよ。でいきなり狭いのから、いや実はこれ40センチ上がるようになるんですよっていうとすごくイメージがつきやすいですよね。なのでまあ小ぶりなロールーフ車っていうので、まあ、今回これぐらいの車体で作りましたけど、ゆくゆくポップアップルーフ、エレベータールーフっていう風にバージョンアップしていくといかに広いかがねこれで分かると思いますんで、あとオープンデッキとかね、サイドオープンデッキとかになるとさらに開放感広がるしっていうんで、まあ、十分ここでもあのバイクいらおうとかいられる広さはあるんですけど、まあでも基本トレーラーの中でというか僕長い間経験してきて、あのトランポの中でバイクいじってる人は見たことないです。なので僕はほとんど中で整備しないと思います。15歳からレースしてきましたけどそんな人一人も見たことないです。なのでまあ、この中で整備するっていう人は、ね、ガソリンもこぼれますしいないんじゃないかなって、タイヤ交換も外出た方がいい早いですしっていうんで、まあとりあえず僕のイメージするトランポレイアウトみたいなのを今後作っていって、よりイメージがつきやすい車両作りにしていきたいなというふうに思ってます。まあそんなことで、新トレーラー製作最終回となります。本当に今までねお世話になりましてありがとうございます。まあまた走行動画とかですね、その辺とか、あとまあ新しい作業であったり新しいなんかものづくりとかはこれからもね上げていきますんでね、引き続きちょっと応援いただきたいなと思います。あとこの YouTube の収益で全額オートサロンに投資をするというね、オートサロンに、出店しようと思ってますんで、ぜひこれからも応援していただけますと幸いです。というわけで、本日もありがとうございました。また次回お会いしましょう。皆さん本当にありがとうございました。